こんにちは、花です。こんにちは、空です。今日はお役立ち同経営について考えてみましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。空さんはお役立ち同経営って聞いてどんなイメージを持った？役に立つことを第一にしている経営ってことだよね。ざっくり言うとそうよね。でもそれってさ、大体の組織で言えることなんじゃないかな。確かにそうよね。役に立ってお客様から選ばれ続けないと企業や組織は存続できないよね。だからほとんどの企業や組織はお役立ち同経営をやってるってことだよね。お役立ちってことに関してはそうよね。肝心なのはどうやって役に立っているのかということなの。どういうこと？お役立ち同経営は一人一人の中にあるお役立ちの意識を生かしてより良い社会を作っていこうとする経営のことを言うの。一人一人が持つお役立ちイメージが大事なんだね。そして経営者はその一人一人のやりたいを支援するマネジメントをすることが求められるのよ。ええ、普通は業績を上げるために従業員をどう活用するかって発想になると思うんだけど、まず従業員が仕事を謳歌するための組織を作るのが前提なんだね。そう。そしてその先にはより良い社会づくりにつながっているということも重要なのよね。お客様に満足を提供するのは当たり前なんだけど、その先により良い社会づくりを見据えているかどうかがポイントなんだ。なるほど。お客様のニーズに応えるということとより良い社会を作ることは一致しない時もあるもんね。業績を優先すると目先のニーズばっかり見ちゃいそう。もちろん業績が上がるというのは経営として重要よ。でも目先の売り上げだけに飛びつくんじゃなくて、社会に役立つ企業だからこそ選ばれ続けて業績が上がるという発想が大事よね。時々社会に役立つこと、つまり社会貢献は本業務以外でやることで儲けにならないということも耳にするけど、お役立ち同経営は本業を通じてより良い社会の実現を目指すガチな経営なのよ。じゃあより良い社会ってどんな社会なのか、その組織がしっかり描かないといけないね。そうよね。最近は社会課題解決や SDGs とかいろいろな取り組みが進んでいるけど、この社会課題は儲かりそうだからとか、このテーマは簡単そうだからとかでやり始めると大義名分がないからやり続けるのは難しいと思うの。その前提としてこんな社会を作りたいという志やビジョンがあって、その実現に思いがあればあるほど断然モチベーションにもつながるし、やり続けることもできるよね。そうするには組織自体にもお役立ちイメージが必要な気がするね。何がその組織の原点で、何が得意で、どんなことに貢献したいのか、それを経営者は描かないといけないね。そうよね。ただ一握りの人たちが作るのではなく、社員一人一人の思いを集めてみんなで競争するともっといいものになると思わない？その旗振りをするのが経営者やリーダーってとこかな。みんなで作ると自分の思いがこもったものになるから、その組織を通じてお役立ち道を歩んでいこうと思えるんだね。そうだね。ただより良い社会づくりってかなり難しいよね。その組織だけでできるのかな。その組織だけでできるかもしれないけど、ステークホルダーと思いを合わせて競争していくと、より良い社会の実現も広がりが持てるんじゃないかな。いいね。お役立ち道の経営や人がどんどん増殖する感じだね。お役立ち道経営について次のようにまとめてみたわ。お役立ち道経営が目指す姿
従業員一人一人が仕事を謳歌し、本業を通じて社会をより良くする価値競争にチャレンジしている。その競争の輪がステークホルダーにもどんどん広がっていく。そのために、1、組織のお役立ちイメージ、使命、理念、ビジョン、コアコンピタンスが明確である。2、個人のお役立ちイメージが明確で、組織のお役立ちイメージに共鳴・統合している。3、個人のお役立ちイメージ実現の支援と、お役立ち道の組織文化を醸成するマネジメントが行われている。4、互いのお役立ちイメージに共鳴した相手、ステークホルダーとの競争活動が行われている。ソラさん、どう？お役立ち道経営について、わかった？うん、大体は、わかったよ。じゃあ、ぜひ、経営者を目指してね。え？そんな話だ？またね。またね。ファッサでつながり、みんなで役立つ。